皆さんこんにちは。新宿情報局です。新宿区の区政情報をしんちゃんと一緒に発信していきます。ナレーションは永田が担当します。よろしくお願いします。今回ご紹介する内容はご覧の4つです。まずはこちらから。大正12年に関東地方を襲った関東大震災から今年でちょうど100年を迎えます。また首都直下地震の発生確率は30年以内に 70% と非常に高くなっています。皆さん、災害に対する備えはできていますか？新宿区では自宅が被害を受け危険な状態にある場合を除いては原則在宅避難を推奨しています。避難所での生活はプライバシーの確保や衛生面での問題が数多くあり、決して快適な場所ではありません。中には精神的なストレスで亡くなる方もいます。こうしたことを考えると住み慣れた自宅での避難生活が有効となります。そのためには水や食料など各家庭で日頃から災害に対する備えを行うことが重要です。災害時に必要な水や食料は家族の人数分を最低3日分、できれば1週間分備蓄してください。長期保存可能な食料や水は購入したことで安心してしまい、気がつくと賞味期限を過ぎていることがあります。そこでおすすめしたいのがローリングストックです。ローリングストックとは、食料を少し多めに購入し、古いものから順番に消費し、足りなくなったら新たに買い足すことで日常的に備蓄をすることができる方法です。日頃から防災を意識でき、賞味期限の確認にもつながります。非常食以外に災害時に普段から食べ慣れているものがあると安心にもつながります。また水や食料のほかに特に重要なのがトイレです。災害時には水道や下水道が破損して普段のようにトイレが使えなくなると予想されます。高層マンションではエレベーターが停止することもあり、屋外に災害用トイレが設置されていたとしても使用することは困難となります。ご自宅のトイレに簡単に設置して使える携帯トイレの準備もお願いします。日常備蓄は防災対策の第一歩です。皆さん、ぜひご準備ください。続いてはご覧の項目をお伝えします。10月10日は銭湯の日、銭湯へ行こう。新宿区内には18の銭湯があり、露天風呂やサウナ、浴室の壁画、レトロな雰囲気など浴場ごとの個性を楽しむことができます。また銭湯の日はラベンダー湯、湯治は柚子湯など季節ごとに様々な湯を楽しめます。詳しくは新宿浴場組合ホームページや SNS をご覧ください。新宿フィールドミュージアムを開催します。10月から11月に区内で音楽、美術などの多彩なイベントが開催されます。9月26日から順次イベント情報を掲載したガイドブックを本庁舎1階などで配布します。ガイドブックを読んで応募した方を対象に抽選でイベント関連グッズをプレゼントします。ぜひ区内のイベントにご参加ください。消費者トラブルに注意しましょう。美容医療サービスのトラブルに関する相談が増加しています。今すぐ手術が必要だと不安を煽られても、その場で契約や手術をしないなど慎重に対応しましょう。副業や投資のトラブルに関する相談も増加しています。簡単に稼げるという広告を鵜呑みにしないなど注意しましょう。不安に思ったりトラブルにあった場合は消費生活センターにご相談ください。今回はご覧の情報をお伝えしました。関東大震災から100年、改めて防災について考えてみます。それでは次回もお楽しみに。